富士フィルムは CP プラスにおいて30倍ズーム CMOS センサーフル HD ビデオ録画再生に対応したファインピックス HS10 を出展しました。特徴としてはですね、光学の 24mm からの30倍ズームを搭載しておりまして、電動ズームではなくこういうふうにマニュアルで、ズーミングできるようなズームを持っております。それから、ディメンション写真 CMOS の、10メガのですね、センサーを採用しておりまして、非常に高速の連写性に優れておりますので、高速連写であるとかハイスピードムービーであるとか、そういったものをお楽しみいただけるような機種になっております。富士フィルムのマルチフレーム技術を利用したファインピックス HS10 はぐるっとパノラマ、動体キャッチ、動体キャンセルが特徴です。今回新しく世界初で搭載した機能としまして、動体キャンセルという機能があるんですが、こちらは5枚連写をした画像を使いまして、その中でですね、動いている被写体だけを消し込むといったような機能になっております。例えば観光地などに行かれて人が歩いているようなシーンを撮影すると、動いている人だけが消えてポストカードのような写真がお楽しみいただけるといったような機能です。さらにフル解像度の写真を毎秒10個まで7枚連続撮影できる高速連続撮影モード、複数の露出からノイズのない画像を合成する連写重ね撮り、カメラのぼやけを防ぐ手ブレ補正機能、ビデオを1000フレームパーセカンドで撮影するハイスピード動画撮影があります。重さは 630g で、ダイレクト撮影ボタンにより素早くカメラ設定を調節できるほか、ビデオ録画ボタンや角度可変の3インチ LCD スクリーンも備わっています。2010年4月17日の発売を予定しています。ゲゲン4ニュース。